よし、やるか。一体ここに何があるのか。くれ、俺に何かをくれ。伝説の隠しアイテムくれ。エクスカリバーみたいな、それでなんかもう全体攻撃ができて、ちょっとあの全体に一撃で倒せるっていう、そういうアイテムが欲しい。俺は探索しようか。じゃあ謎の世界に来てしまった我々。また黒女、なんか黒女の子はなんか普通のあれになってるよね。なんか悪魔操る、やばいねそれ。こんなキャラじゃなかったよな。人格が変わったとかそういう類のあれじゃないと思うんだよね。もう世界そのものが違う気がする。誰もいない。あ、そう、これ出れんの。これ逆に出たらどうなるの。あれ、あ、いけんの。何言ってんの。これは違うな。誰もいない。この曲の感じもいいよね。なんかこの不気味な感じ。あれ、物質とかあったっけ。そういえば俺さ、見てねえな。あっちもちょっと見ていかなきゃダメだな。あ、そうだろう、南條。教室懐かしいな。くだらん。何 ?1、2、3、4、5、6。6個って多くね？机。1、2、3、4、5、6。今更だけどさ。俺の気のせい。一目見ただけで好きになるものかしら。あ、一目惚れ？ふん。よく言うぜ。かっこいい人見かけた。あー。いや、あいつもいるってことが、じゃあもしかしたら。ここは何か書いてあるね。これ、なんて書いてあるんだろう。何もない。クソ見れないか。非常に怪しい。これいけんの、奥。ん？これどっちが続いてんの。物質とかないんじゃね、もしかしたら。ああ、ここにあるんだ。お、誰？あなた方。覗きに来たんじゃないでしょうね。あ、着替えみたいな。あ、物質なかったの。あ、物質が。ああ、なるほど。そういうことか。じゃあ、この辺り物質が できたんだな。てか、じゃあ昔なかった。あ、なんかそんな話あったような気もするな、そういえば。俺の記憶の片隅に、そんな会話があった。今からどこにいるんだろうな。前で3階から攻めてみるよ。じわじわ攻めていこう。学校のこの平和な感じも懐かしいな。運命の壁に憎まれている。連れてかれちゃう。それはなんかあれだな、話かかってきそうだな。恐ろしいな。人に狂ったそのなんか争いが行われそうな気がする。あ、こっちの生徒会長どうなってんだ。そういえば座間見ろ。何もしてなかった。山田。山岡じゃないの。え、ちょっと待って、もしかして、え？山田？山岡だよね、多分それ。よくわかんない。今俺勘で言ったけど、直感が今ひらめいたから今それで言ったけど。わかんない。山田？でも山ってつく人あれだよな。
こいつあれじゃん。あ、そういうことか、やっぱ。パラレル、なんかパラレルっぽいな、ほんと、なんか。へえ、そういう過去があったのか。いなすぎでしょ、放課後だから。こんなになるの珍しいね、逆に。なんかふい、お姫の顔が首も長え、キリンみたいだ。ボディーガード、お金がかかるもん。え、こいつやばくね。けなげな少女のはずだったかな。なんかすげえ、あんなやつだったっけ。いや、スキルで付き合ってるわけじゃないか。お前も、お前もつっと。やばい、激怒だ、激怒するぞ。あ、これやばいな。環境によって人がそんなに変わるっていうあれだな、なんか。悪いものでも食ったか。軽々しく話しかけないでや。へえ。恐ろしいね。環境でこんなに人は変わるものなのか。なんか恐ろしいな、なんか。その旋律をちょっと味わったな。人はいつでも変われるっていう、なんかあれだな。そういうあれを。いる？この会話にいる？あいつは。いないか。あいつどこにいんだ、そもそも。いや、俺美術室にいるのかなと思ったけど。どうですか、じゃあ。全然開いてないな。ほい。あ、この曲久しぶり。あ、いたじゃん。いたいた。陽介。内藤陽介。色男。この世界に迷い込んだ。あっ、同じあれだよ。別の事件。そういうことか。ケースが森に変わっていたり、お城になっていたり。1ヶ月前のとか。なるほど。行かれてんぜ。ファンタスティック。喜んでる場合でもないけどな。なるほどね。これでもう話はつながったな。あ、そこ本物のやつ、黒幕。カンドリやっつければ済む話なのかね。何？What？ またあの子。壊してやるんだから。誰も逃げられないようだ。いや、悪魔出てくるでしょ。怪我してんじゃん。ダメだよ。始まったな。曲は怖い。なぜこうなった。何この恐ろしい曲は。デーモン、デビルさんもな。コテンパにやられちゃってさ、それで骨持ったの。やばすぎだろ。やばすぎでしょ。どんな関係、怪しい関係で。怖っ。いや、これ絶対出てくるでしょ。変わってない？
ちょっと待って、俺はこの数歩歩きたくない。俺は絶対合理的出てくるでしょ。俺はあの数歩歩くことによって1回分の戦闘を回避したと言ってもいいだろう。だからあえてこっから出ることによって俺は1回分の戦闘を回避したというわけだ。これ 2,3 分の節約になったな。これでこの手間だけで、こうか。あれでも普通になんか部屋があるじゃん。あれかな、セーブポイントかな。敵出てくるよね。陽気強気。こうやったらなんか前のダンジョンにいた気がするな。じらしてあげましょう。じらしプレイか、お前は。まず喜ばす。勧誘する。お、やった。来い。来い。よーし。一発目。あれ、なんだよ、レベル足んねえか。まあいいや、戦闘が回避できたけどもいい、よしとしようじゃないか。これはなんかあれだな、セーブっぽいな。普通の教室かな、それとも。えっ、まさかの合体するよ。じゃあちょ、なんか作る、合体する。あ、もうできんじゃね、もしかしたら。誰か付き合えるかもしれん。得意なし。そう、ファルグってやつをね、ちょっと前にそう作ってみた。いや、まだできないべ。まだつけられんよな。ちょっとつけてえな。ちょ、エリーにファレグつけて、で、あのマークに俺ゴズちゃんつけたいんだよね。ただまあな、まあまあまあでもいけるでしょ、まだ。とりあえずこの状態でも。まあ今のところ意外といけてるから、でも敵はまあ強くなっていくだろうからな。あれ？無言。どんだけ暗くなってんだよ。学校は一体何があるんだろう。なんかあんのかね。ここ拠点にしてあれな、レベル上げもできるか、やろうと思ったら。無言プレイだな。曲が不気味すぎる。よーし、行こうか。あまり広くありませんように。すぐ終わりますように。サクッと行こうぜ。スタイリッシュに行こう。あれ、なんじゃこれ。いや、あっちなんかあるかな。いや、こっちから行ってみようか、ちょっと。こっちか。基本、今のところ敵はなんかあれだな。前の、セベクビルだっけ、あそこの敵と変わらんな。リリムとあの、なんかあの、シーマンみたいなやつとか。そんぐらいしかまだ出てきてない。何部屋だ、ここは。全員ペルソナ使いになればどうにかなるだろう。あれ。アイテムをくれよ。アイテムをくれ。あれ？行き止まり？マジで？なんで？おお、なんかやばそうなのがいる。愚か短期。愚か短期ってわけなんだよ、ほんと。惜しいぞ。物足りんな。あげに。いや、何言ってんの？何をあげなって。あげるわけないじゃん。身の教えなくていいよ。頼むぞ。うわ、やばい。セーブするべきであろう。ジーブかよ。どんだけあれだよ。なんだこいつ。わけなからんこと。どうすっかな。これも多分無理かもしれんな。まあでも やってみるか。お、いける。よし、いけたぞ。
難しい。そうだ、なんだよもう、めんどくせえ野郎だ。不意を突かれた。うお、強っ、強すぎる。ハンマユージロたくさげやがって。あ、いや、これがある。こういう時にゴロ使うんだよ。多分クラウベで、まあマハブーだろ。一応回復しとくか。で、これで跳ね返すなよ。跳ね返しが怖いんだよな、なんか魔法反射みたいな。まあさすがにこういう見た目だから大丈夫と思うんだけど。シュンシュンシュン、 OK、 よし、これ大丈夫。全然食らわんな。我が切り札を使わせてない。ふぅ、お、いいね。しかも俺これ固まる効果もあるから、ブフいいな。いい感じよ。カムヒア、これでもう倒せるだろ。まあ強えな。まあ便利すぎる。12も消費するのかこのベルソナ。なかなかだな。もうこれでいけるだろ。ここら辺のモンスターどものちょっとうまみを知りたい。俺は味を知りたい。どのぐらいの経験値を持っているのか。おお、いいね。こうやって鮮やかに決まるって気持ちいいな。まあまあいい感じじゃん。運も上げた方がなんかいいみたいな、なんか話を聞いたんだよ。レベル20どんどん上がっていくな。レベル差がどんどん開き始めている。レベル50、最初にレベル50とレベル20みたいな、なんか感じになるかもしれんな。これどっちだ。あー、こっち。あー、間違えた。くっそ、余計な一歩踏み出してしまった。新しいのいるね。陽気オロか。もうそろそろいけるべ。レベル20上がったから。どう？いけるんじゃない？あら、そっか。後払いできない。あ、あとあげるよ。いくらでもやろう。よし。感動してくれ、もっと。あら、そっか。これはこれいけるんじゃないか？あら。よし。あら。オッケー。来い。スペルカード。まだレベル足んないの。残念、残念すぎる。陽気オロカだべ。見つめてみるか。じゃあいいわ、ね、目がくらんじゃ。とりあえず上げとこう。よし、いいわ、ね、陽気ね。勧誘してみよう。何？お、よし、何？いいぞ。これでおだてる。あ、ダメだこれは。言う通りにしな。あ、逆にこれでいいよ。あ、いいよ、これでいけるだろう。戦略的スペルカードよせ。ダメか。おー、よっしゃ、ありがとう。これはでかい。こいつもやってみる。陽気高慢、陽気高慢ってのは、まあでもあれか、いけるか。おだてるでいけるだろう。こういうやからおだてるに限る。なに、くそ、オベルフリをしよう。やばい、仕方ないな。踊る、どうしよう。覚えろ覚えろ。こうしてきやがるぜ。よーし、ガンガン行ってくれ。どんだけ金が欲しいんだよ。ほれよこせ、ほら経験値。まぜっか、回復か。あばよ。平和的解決。これ大丈夫？あるか？広いな。
お、怖いな。帰りたいんだけど、帰っていいよ。いいわね。ナンパが始まったと。ナンパが全然始まった。怖いな。こいつなんだっけ、何がつく。こうな、あれだな、怒るな。逆難されたぞ。いいわね。じゃあこれやってみるか。ふい。いいわね。いいわね。あれ。ニヤニヤしている。新しいやつがいるとまた後ろに。オーロか。こいついけんじゃね。よし。もっとくれれ。どんだけあれだよ。いいだろう。早速やら。あれ行ってしまったな。ここで、まあ、頼んでみるか。また、あ、無理だと思うけどな。ああ、まあ言っていいよ。よっしゃ行け。よし、これでどうだ。スペルカード、よし、オッケー。無駄な戦闘は避けるに限る。戦略的勝利。何これ、もう次から次へと変なの出てくるね。愚か陰気弱き不気味ちゃん、不気味ちゃんって怖いな。ヌーベか。うおー、やばい。あげる。はい。愚か陰気弱き一括するわ。じゃあ、やばい、モノレする。お、いけるか。よし、あ、いいよ。その代わりどっか行ってくれないか。いて、音が面白い。これ大丈夫かな、これボスとげるかな、このダンジョン。危険かもしれん。これなんだ。あっちも道ある。まあいいよ、こっちから行ってみるか。広くね。あ、なんかあるぞ。何部屋だ。ここは一体何部屋なのだ。会ったことがある。誰、森になっちゃった。ほう、確かにわけわからんな。あー、なんか言ったの。そういえば、大きな森になった。この世界のその、なんていうの、稲葉たちはいないの。南城とか家に帰ったのか、みんな。まあその可能性は否定できんな。リフト待って、あ、ダメージゾーン、あ、トラマナかこれ。へえ、今知ったわ。全然知らんかった。ん、階段あったっけここ。あれ、こう来たっけ。あ、来てないな。下か上か、上行ってみるか。じゃあ、あー、くそ、マジか。敵出るんだよ。またわけのわからんの来たな。遊んでやろう。愚か陽気モールで釣るか。じゃあ経験数いっぱいくれ。よし、いいぞ、モールで釣ってやる。毛前良くなきゃね。ガーネット、そんなもんあげるわけないでしょ。やばい、めっちゃ怒った。怒りすぎだろ。ろくでもない野郎だ。経験値くれ。あばよ。ナンパテクみたいな、なんかあれだよな。もう基本これナンパだよね。恋愛の交渉術みたいな感じになってるよな。
くどけば勝つみたいな。こっちかな。俺の勘はそう言っている。お、あっちも怪しいんだよね。でも一応行ってみるか、こっちから。なんだこいつ。ありがとう。みんな友達になろう。アンダーテイル。ここはどこだ。さあラストか。ここは、さあ来い。おなんかいるじゃん。悪魔が。心配いりませんが。やってるやってる。久しぶり見たな、こいつ。こいつは俺がやる。かっけえ。超強そう。絶対こいつ強いべ。一人でだってこんなとこいいんだからって。お、かっけえな。俺をやるだと。面白い。死ぬな、てめえだ。かっこよすぎる。こいつ仲間にして。ツインスラッシュ。おお、ペルソナもなかなかすごい。強い。素晴らしい強さ。全然上がんねえな。なかなかやるじゃん。6人パーティーで行こう。で、あと、綾瀬だっけ？綾瀬とブラウンと、あと誰か仲間にして。全員で行こうぜ。Do you understand?白い服のガキが現れた。話す筋合いはね。え、なんで。別にいいじゃん。あー、行くなよ。勢力多い方がいいに決まってんだろ。タゴ、大事なもの。なぜそこでエイリンが引っかかったんだ。こいつ絶対惚れたべ。ほーら惚れてる。もうそう思ってよ。ほーらな、分かってんだよ。もう舞ちゃん、何この質問。大切な人っています。ああ、いるよ。うん、なになになに、どうしたどうした。いないってどうなんだ。なんだこの質問は。なんかエイリンが葛藤を始めたらな。あ、ぶね、宝逃すとかだった。あー、こいつ。おー、宝いっぱいあるぞ。おー、毒。え、これ毒回復するやつないんじゃないの、もしかして。あとアイテム屋さんとかないもんね。やばい。これアイテムの整頓的できないの。やばい。どうにかしてくれ。なんもないぞ。魔法でどうにかしてくれないか。あれ、こんなんあったんだ。あ、これあれ毒回復だったの。おー、すげえな。万能すぎる。マキのペルソナが。あれ、あ、こっ
っちかじゃ。また新しいの来たな。なんだこいつ、陽気高慢。あ、これいけそうじゃねえか。ん、強気、あ、強気高慢か。まあここはおだってみるか。なに、ああ、よろしく。厄介だな、頼む。おっ、あ、マジで、まあ、とりあえず何でもいい、何でもいい、去ってくれ。おう、出さない、あげない。なんだ、いいっつったじゃねえか、怖いよ。おわばよ。去れ。この隙にやるか、こいつらは。逃げてー、逃げらんなのかこれ。でもこういうタグ、おお、すごいすごい、こういうタグになって結構逃げるの絶対逃げらんねんだよ。逃げる確率相当低そうな気がする。行けばいい感じだ。行けよ。なかなかしぶといな。おーと、これリプレイ、これ何、さっきのやつをリプレイしてくれるってこと。あ、それっぽいわ。あ、これ便利だな。よし、あともう一人。エルソン。こんなのあったらもっとアイテム買っとけよかったよ。なんかもう全然アイテム足らんだろう。金があってすげえありあまりまくってんのに、アイテム屋さんとかないもんね。来い。どっちだ、こっちか。またわけのわからんやつがいる。賢い置きか。レベル30高くね？高いな。賢い陽気、歌ってみるか。じゃあ来い。償い、あ、いいよ。うい、テンションの高い男、おだてる。お、よしよし、いいぞ。なんで騙されない、なかなかやるな。ホラー服、お、よしよし、いいぞ。くれ。なんだよ、レベル32っていうからね、相当の権限値をくれると思ったけど。眉のために出る。階段あるな、あっちか。うーわ、マジか。なかなかエンカウント率高えな。まあ、とりあえずこういう道のりでここまで来て階段発見したと。まだ続く。あ、でもこれだいぶ、あれ、これラストか。あ、ラスト、一応終点っぽいな。ちょっと回復しとくか。じゃあさあどうなる。これってかセーブないのきついな。セーブないの相当きついぞこれは。俺の体力的にもちょっといろんな意味できついなこれは。いた。
元に戻してくれ。あとできればセーブさせてくれ。交渉術を使おう。踊るからペンペンするよ。超圧に乗るタイプだろ。乗るだろこれは。しっかりしてくれ。落ち着け猿。ここで死んじゃえ。野村方のままテッド。え、なんか出てきた。何これ、やばそうじゃね。ボス戦マジで。マジか、やってやろうじゃないの。あれ、あ、全然平和的な感じで終わりそう。もしかしてこの曲の感じは平和に終わってくれ。ラブリーですわね。いや、これ見た目は危ないけどね。と見せかけてのこれフラグじゃねえか。おおおお、なんじゃこれ、やばそうだな。答える状態じゃん。くそー、アナライズ。なんじゃこの曲は。風魔状態、これ使えんの。でも使えないべ、盲目とか。多分な、多分攻撃が効かないと思うんだよ。じゃあブフーラぐらい使ってみるか、たまには。まあ、とりあえず防御を上げる。なんだこの曲は。まあ、ひっかみつき。おー、痛い。意外とゲソだな。やっとおしまい。Come here。防御上げまくっておく。エイリーのペルソナ基本あんま使わないけど、ボス戦で結構使えるよな。ぶちまけろ。効かねえ。どうにかしろ。くれ。全然くらん。これ殴った方が良さそうだな。ちょ、なんぞ殴ってみるか。これ殴ってみよう。この3人殴り。落下じゃ。で、ちょ、連続で行ってみるか。グライバー、やばそうじゃないか。おー、怖い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 。あれないからね、復活させるやつないからね。やばいぞ、下手したら。あんま食らねえな。ダメだこれは。おお、これで相当経験値をくれることは祈ってるぞ俺は。3と1か、まあまあだな。どうする、じゃあ使っていく。じゃあまあ使うだけ使ってみるか。まあ多分ブーラも効くと思うんだよね、さっきあれ聞いたから。殴りでいこう。よし、これでは、これ死んだら全滅したらもう今までのパーになってしまうからな。そう、それは避けなければならない。おお、危な。魔法だけ、魔法ぐらいじゃないの怖いのこいつは。さっきのグライバーってやつが怖いな。あれだ、気をつければどうにかなりそうな気がする。いいですよ、いいですわよ。ペルソナ、よーし、やった、った。当たんない時があるんだな。まあ、確かに敵の攻撃もなんかたまに当たんない時あるからな。それはじゃあ恐ろしいあれだ。もう倒してくれ。結構しぶとそうな気がするわ。まあぐらい、うわこれは、うわやばそう。うわ、めっちゃ食らう。
どうするこの状況。まあでも勝てるでしょ最悪。まあ主人公とクソなんか倒したと思ったの一瞬期待させやがって。あーちょっと自分回復してもらおうか。ちょっとそろそろ本当にさあの見せくれよ武器屋とかなんか俺に。いやここあるだろペルソナだろ。でここで回復してやるぞ南條みたいな。魔法に対するあれ欲しいよな。うーわうーわやばいやばい状況がやばくなってきた。南條レベル上げたかったのに。あでも最悪このメンバーでも勝てるでしょ。もうどうしようもねえもん。まあ、こいつがとてつもない攻撃をしてしでかさない限りはどうにかなるんじゃないか。これ銃は効かないの。あ逆にもそれずっとやっていい。よーしいいぞ。おお当ててくれ。これでいつか倒せるだろ。なんか当たんねえよ攻撃が。銃でも使ってみるか。あれあくそ当たんないのか。頼むもう倒してくれ。相性って大事だな。相性ってかこの属性とかなんか主人公となんじゃ簡単に死んでしまったのに。銃が効かん。当ててくれ頼むから。ダメージ遠なくなってきたな。なんだガードしてんの。動いてないよね。動いてないっていうかなんかガードしてたんだきっと。だからなんかダメージ取んなかったんだぐらいは。これが巻きに来たらやばい。あそっちは大丈夫だろ。あぶねえ終わらせてくれこの戦闘。2000ぐらいあったらどうしようこいつ体力。まあ最悪も早送りでもいいだろう。デライト盲目だろこれ。盲目っつうか多分攻撃が当たりにくくなるような感じでしょおそらく。ヒュー当ててくれ当ててくれ頼む。長い戦いになりそう。メギド？なんかやってきた。おい！やばい。あこいつやばいぞ。本気出してきた。やばい。ちょっと待って。これマキのちょっと攻撃のあれだからちょっとまずいぞこれは。非常にまずい。どうにかしてくれ。こいつやべえな。もう使ってくんなよ。よし、オッケー。うおー怖すぎる。もう倒してもいいんだよ、そろそろ。おいでなさい。恐ろしい戦いだ。恐ろしいゲームだな、ほんと。
あーやめて。マジ？うーおい。マジか。これはなんという戦いだ。これ危ねえな。ちょっと緊張感が漂っている。もう倒してくれ。頼む。終わらせてくれ。この戦いをもう一刻も早く終わらせてくれ。レベル上がんないじゃん、もう。この二人には絶対勝てないぞ、これ。危ねえ、いいタイミングだった。アイテムなんかないの？おいでなさい。ちょっと探してみるか。いや全然ないね。ダメだ。ジリビンすぎる。おお。は？は？何この戦い。ちょ、マジで言ってんの？あ、これやばくね？あ、これやばい。え、結構やばい、やばいぞ。いや、真面目に結構やばくなってきたぞ。だって、あれで巻き込みつきやられたらってもう終わりじゃん。え？やばくね？ちょ、頼むよ。ちょっと生きて、生きて。もう倒して。頼む。倒してくれ。お願い、お願いします。俺のお願いを聞いて。頼むって。いや、マジで言ってんの？マジで言ってんの？俺ちょっとこれやり直してくれぞ、これ。ちょっと頼む、これは。よし、もうずっと永遠にガードしてくれ。ずっと永遠にガードしてろ。私を助け、本当だよ。おー、いった。あ、いった。あー、よかったー。あぶなあぶねえ、これ。地獄の戦いだ。マジあぶねえよ。危なすぎだよ。マジ信じられん。いや、マジ焦ったよ、ね、今。本気で。これ全部やり直しかと思ったの、今。どっか行ってくれ。セーブさせてくれ、そして。無事じゃないよ。もうギリギリの死闘を演じたかんだ。あ、元に戻ったんだ。よかったよかった。会ってもらった人がいる。どんなやつなんだ。図書室。あ、オッケーオッケー。何なんだろうね。本当だよ。ふう、あの、これ元に持ってるんでしょ。元に持ってなくて敵が出るって言ったらもう発狂するぞ、これ。あ、元に持ってるっぽいな。いける？いけるっぽいな。あー、よかった。マジでマジでよかった。これは魔界だ。究極の魔界だ。本当に恐ろしいゲームだな、ペルソナは。あれ？びっくりしたわ。ああ。頑張りました。そして無言。
暗いな。何畳ですらドン引き。よし、じゃあまあ次は図書館行って、図書室行ってなんかするってあれだな、話だな。じゃあ次回に続く。